どうも、Uber 投資チャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは Uber の報酬とその報酬を投資で運用していき、自分への防御力と公開することでモチベーションを維持することを目的にチャンネルを開設しました。YouTube を通じ配達員の方や投資家の方とつながっていけたりしたらいいなと思います。私は30代後半のアラフォー、バツイチの一般男性でございます。現在同棲中の彼女がいます。地方都市在住で一応上場企業に勤めています。分譲マンションを購入し、住宅ローンをせっせこ払っています。経済的独立とアーリーリタイアができるように、現在副業として Uber Eats の配達員、投資は積立 NISA と企業型確定拠出年金を満額、 FX の半自動売買、あとポイント投資を行っています。趣味は旅行に行くこと、ギャンブル少々、お酒少々、食べること、あと寝ることです。 Uber Eats 配達員としての配達歴は約4年で7000配達、サボってしまう時も多々ありますが、コツコツ配達しています。投資歴は約10年で、本業の給料からは堅実に積み立て NISA と企業型確定拠出年金へ、 Uber で稼いだ報酬を300万円 FX 口座にぶち込んで運用し始めました。Uber Eats の配達員を始めたばかりの頃は、本業終わりに、あと土日祝日、予定のない日はひたすら頑張って配達を行い、1週間の目標は5万円とし、稼働していました。この上のスクショが4年前の8月、盆明け頃で49,000、その翌週で約7万円でした。私の1日の自己最高は2万5000円ほどです。ここ最近の稼働では、1週間2万円を目標に稼働しています。少し稼働が減ってしまったのは、FX やポイント投資の影響もあるかもしれません。直近5ヶ月のスクショを貼ったんですけど、だいたい1ヶ月4万から7万ぐらいの利益を FX で上げることができるようになってきました。 FX は7通貨ペアを半自動売買で運用しており、組み合わせはユーロ円、オージー円、ニュージー円、あとカナダドル円、ユーロポンド、ドルフラン、ニュージードル、米ドル、あと5ドル、ニュージーランドドルで取引しています。Uber の配達報酬の約1回分ぐらいで決済するように利確設定しています。Uber Eats の稼働報告、投資の損益報告、あとお得な情報、 Uber Eats ネタ、投資ネタを日々アップしていければと思っていますので、皆さんぜひ一日の終わりや出勤前、あと稼働前に聞いてください。感想やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では、本日の、稼働報告と、損益報告を行っていきたいと思います。7月26日火曜日、天候は晴れで、稼働時間の方が、本日は、稼働をお休みしました。まあ、地元の祭りがありまして、まあ、ちょっと仕事帰りに、それ寄って、で、まあ、そこで、まあ、食べ歩きと、
で、あと、まあ、ちょっと遊んで、まあ、そこからちょっと飲みに行ったりとかしてましたんで、まあ、今日は、お休みしました。また明日以降、頑張っていきたいなと思っております。まあ、たまに休みの日も必要かなと思いますので、まあ、このちょっとまあ休みすぎて、まあ、それが若干癖になってしまうところもあるんですけど、まあ、稼働できる日は稼働していきたいなと思っております。で続きまして、FX の方は、本日3決済ありまして、ユーロポンドですね、1966円利確されました。まあ、こちらはもう放置で、まあ、コツコツ溜まっていきますので、まあ、資金管理の方をしっかり行いながら、今後もコツコツ頑張っていきたいなと思っております。本日も、ウーバー投資チャンネル見ていただきましてありがとうございます。日々稼働報告や投資損益報告行っておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。一日の終わりや、出勤前、稼働前に聞いていただければ嬉しいです。感想やコメントもお待ちしております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。